開催、今回は今帰仁村にある今帰仁城跡に来ています。桜が綺麗だね。城桜かっこいいね。ただね、残念なのが先週末でね、桜祭り終わったらしくてね、本当は夜桜ライトアップされてる桜も見たかったんですが、しますね。本当はね、ライトアップが見たかったけど仕方ないか。人が多いね、やっぱり。そう、今帰仁城には確かね、ハートの石垣が2箇所だっけ、3箇所だっけ、いくつか存在するんですよね。どうしようかな、入る前に、じゃあ拝所からちょっとね、まずはお邪魔しますっていうことで拝所行こうか。
記憶してるんで、誰かが発見してくれる可能性があるよね。映ってるかもしれない。まああれもこんなハートだったかな。なんかね、もっと綺麗なハートだったような気がするんだよな。ハートチャートか。で、中にもあるんで、そこも撮影していこうか。よいしょ。チケットいくらだったのかな。400円だったかな、500円だったかな。お金払ったんだけど、いくらだったか覚えてない。あ、そう、泣き尋常ってね、書いてる。メインの入り口のあちらも撮影しないといけないよね。すっかり忘れてた。はい、スカスと桜のコラボ撮影してるね。人がいるけれど、はい、泣き尋常。マジ暑いな。記憶があるんですよ。まあ、薄く着ていいおじさんがパート探しってのもね、あれなんですけれど、桜が意外と咲いてないというか、咲き終わったのか、なんだろうね。せっかくだからもうちょっと桜を映そうか。濃いから可愛いよね、沖縄の桜ってね。結構はちょっと映る、ね、可愛いよね。まあね、この時期あともうちょっとね咲くのかな。あともうしばらく2月後半ぐらいまで遅い子は咲くのかもしれないね。アゲハ、アゲハが蜜吸ってる。アゲハってなんか体若いからちょっと奇妙ですね。普段ね、ここも結構撮影してる人が多いんだけれど、あれだね、やっぱりなんか草刈り中って書いてるからかわからんけど、人が全然いないね。すげえね。こちらの桜はちょっと、なんか一つの木でもこういって薄いやつもあれば、ね、こういうやつもあって面白いね。薄かったり濃いかったり、不思議だ。金網がされてて、なんかね、洞窟みたいな感じになってたような記憶があるんだよね。めっちゃ最初だよね。すごい。
にねびっしり並んでいて、ここない人もったいないよね。ここが結構ね魅力的だったりする場所なんですけどね。狭い入り口から約20メートルの急な斜面を降りると、左側には底が見えないくらいの深い岩の裂け目、フィッシャーがあります。鍾乳石が多く見られる、地面とつながり消えるものもあります。洞窟内では木炭や牛の骨、馬の揚げ巻き、貝類などが見つかっており、現在は小型コウモリ類が住んでいますと。細い毛の切れ目が結構いるので、この辺の岩、なんか層になってきて、面白いっていうか、ここ誰もいないな、本当に草刈りしてる作業の人ぐらいしかいない。入ってよかったのかな。実はね、ここもね廃墟になってるんですよね。あるからこっちもちょっとした洞窟だったのかな。廃車です。はい、お邪魔します。すごいな。どうしよっかな、滝神社日本にしよっかな。これ長くなっちゃってるね、もうね。いざ城内入っていくときにもうちょっと時間かかるからね。すごい並んでるよな、びっしり。あとは探せなかったってことで、ね、もし皆さん来る機会があったら、時間がねあるならね、この辺にもどっかハートがあったんで、前の動画ちょっと参考にして来ればよかったな。まあね、別にハートがメインではないんで、ね、皆さんが探してもらえたらいいかな。はい、というわけで今回、世界遺産の亡き神城1本目ということで、ね、お城のね入るまでって感じかな。最後までご視聴ありがとうございます。まあ、引き続き翌日にはアップしないと思うんだけど、その後ね何日か後にアップすると思うんで、またね次の動画も楽しみにしていてください。というわけで今回は亡き神城から沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったね、バイバイ。